今の剣に選ばれしハイラルの勇者よ、そのたゆまぬ努力と結実せし剣技を認め、女神ハイリアの名において祝福を授けん。空を舞い時を巡り黄昏に染まろうとも、結ばれし剣は勇者の魂と共にさらなる力がそなたと、そして大魔の剣に宿らんことを。はるか遠き過去に生まれし、やれやれ、前途多難みてえだな。何言ってんの、お月の騎士任命の記念に太古の伝説真似てみろって林立てたのあんただろう。とはいえ彼に対する態度に関してはあの姫と気が合いそうだよ。僕しょうがないよ、お姫様にとっちゃあいつの存在はそうコンプレックスの象徴みたいなもんだから。